キューブリーグ春季一部リーグ戦、クーニンズはすでに1敗しているため負けられない戦いが続きます。勝って決勝トーナメントに進み、勝つと決勝トーナメントに進め、最終的にはハマスタにつながるこの大会。前半戦はクーニンズ、東雲ブロスタムさんに3対0と試合を優位に進めました。今日は後半戦の様子をお伝えします。4回のクーニンズの攻撃、先頭バッターの浜ちゃん見逃し三振、フルカウントとしましたがその後作れず、ワンアウトランナーなしで1番のショート村瀬に帰ってきます。その村瀬、左中間に飛んだ打球、これは取られました、センターフライ、これで2アウト。2番にはピッチャー川上が入っております。その川上ショートゴロ、川上全力疾走も間一発アウト。さあそしてそんな川上の投球、3回までパーフェクトピッチング、4回の投球、先頭バッターをセカンドゴロに仕留めます。川上二回り目もまっすぐとフォーク中心に組み立て、最後はナックルカーブ、見逃し三振を奪います。まっすぐとフォークに次ぐ第3のボール、カーブも強力な川上、ここもそのカーブで抑えました。ピッチャーゴロ、川上つけ入る隙を与えません。さあ5回、この試合ホームランを打っている関口、ここもいい当たり、しかしもう一伸びなくライトライナー、ランナーなしで4番のセンターイカイダを迎えます。そのイカイダ追い込まれ、最後はチェンジアップに空振り三振、ツーアウトランナーなし。5番バッターには唐川、この試合すでにヒット1本打っております。ここも変化球うまく捉えました、ライト前ヒット、唐川2安打目、ツーアウトからチャンスメイクします。6番は今日ファーストを守りますクーニン、そのクーニン緩い変化球で追い込まれました。さあ2ストライク2ボール、しかしセカンドフライ、攻撃終了で5回裏クーニンズの守り、先頭バッターサードゴロ、サードはケイスケ、安定感のある守備を見せます。さあ完全試合パーフェクトも少しちらついてきたか、川上このピッチャーゴロ、これで2アウト、川上5回の2アウトまで完全試合。さあ3人目のバッター、セカンドに飛んだ打球、これをなんと大貫が弾いてしまいました。これで完全試合が途切れました。さあエラーでランナーを背負った川上、その後変化球が外れてワンバン、バッテリーエラーでランナーを得点圏、二塁に進めます。このピンチでまっすぐ外れました、フォアボール、ツーアウトからランナー一塁、ピンチ拡大しました川上、しかしながらまだ打たれたヒットは0本。変化球打たせました、打ち取ったと思われた打球、センターフライが風に流され、イカイダがキャッチできず、ランナー1人が帰ってくる、そして2人目も3塁を回った、2点を返され3対2、痛恨の失点となりました。なおもランナーを背負ってのピンチ、ここは最後見逃し三振を奪います。
しかしながらクーニンズノーヒットに2点を奪われました。さあそして1点リードの6回、川上は再びピンチを迎えます。先頭バッターに鋭い打球、ライト線に打たれた打球、相手チーム好走塁で三塁を狙うスリーベースヒットを浴びました。続く後続は三振に仕留めたものの、ワンアウトランナー三塁で川上、まっすぐ当てられた、ピッチャーゴロ、川上処理できず同点に追いつかれます。その後川上空振り三振に仕留め、勝ち越しは許しませんでした。さあ最終回を前にして同点となったクーニンズ、7回の攻撃、先頭バッターは村瀬、ここぞというところで出塁する男はフルカウントからなんとか見極めてフォアボール、ノーアウトのランナーが出ました。2番はピッチャー川上、川上は7回の投球に備え送りバント、しっかりと決めました。送りバント成功で村瀬は二塁へ、ワンアウト二塁、形を作りました。そして3番関口に対しては相手チーム申告敬遠、これでワンアウトランナー一二塁、バッターは4番イカイダー、イカイダーチャンスでランナーを返すことができるのか。そのイカイダー、イカイダが選んでワンアウト満塁の大チャンスを作りました。ここで東雲ブロッサムさん、ピッチャーが変わります。継投で2番手にはサウスポーピッチャーが出てきました。5番唐川に対して左対左、しかしながら唐川はこの日は2安打、積極的に振っていきます。さあ追い込まれました唐川、ワンアウト満塁、最後は気持ちで打つことができるのか、勝負の一球。唐川打ちました、打球は右中間真っ二つ、ランナー一人が帰ってくる、そして二塁ランナー関口も帰ってきて、三人目の伊海田も三塁を回る、唐川の3点タイムリーツーベースヒット、これで勝ち越したクーニンズ3点リードとして最終回、川上は2アウトまで来ました。最後はファーストゴロ、クーニン掴んで自ら踏んでゲームセット、結果クーニンズは6対3で勝利、決勝トーナメント進出に望みをつなげる勝利となりました。キューブリーグまだまだ激戦は続く。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。